原博之のリラクゼーションノート、今日も、スタートさせていただきたいと思います。今日も、最近毎度になってきてましたけれども、株式会社白樹生化学研究所の渋谷本社ビルの、中で、今日も取り行いたいと思います。今回のゲストはです、ね、森下先生、はい、今日はさん付けにしようという話を従前にあるんです。今日はさん付けにさせていただきますけど、はいはい、あの民進党のですね、もう政権の時にもうど真ん中の国家戦略大臣やられてた、政策通の、なんと古川元下先生をですね、今日はお招きすることができました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのちょっとね、下打ち合わせしてなかったですけど、もう履歴とか改めて見ますとですね、あのもう現役で弁護士に、弁護士じゃないんです、司法試験は取りましたけど、司法試験は取ったんですけど、あの収集に至りますから、弁護士と言ったら、うん、そうですそうです、経歴詐称になります。そうですそうです。司法試験通られた後に大蔵省にっていう風に入られて、もうまさになんかこう頭脳がもう素晴らしいっていう印象しかないんですけど、そういう流れの方ってね、まあ、いらっしゃるんでしょうけど、政治家志されたっていうのは何か、そのそこからそういう履歴の後でそこから政治家になるっていう流れをですね、ちょっとあんまり聞いたことなかったんですけれども、まあね、私はね、うん、あの28歳の時にアメリカにのコロンビア大学にですね、留学をしたんですね。はいはい。まあ、この留学経験がですね、まあ、役人から政治を目指すっていうきっかけになったので、まあ今でも思うんですけど、留学してなかったらまだ今頃役所にいたと思いますね。今頃もう超主流の、主流か、まあ今頃もうあの窓際になってかもしれませんが、まああのちょうどね、私があのアメリカ留学したのは93年から94年の頃で、バブルが崩壊してちょっと後だったんですね。ですからなんとなくね、まあこれから日本悪くなっていくんじゃないかなという時期だったんです。で一方でね、うん、あの円は当時ね、プラザ合意以降ずっと円高が進んで、でちょうど1ドルだんだん円高になって100円ぐらいでしたから、そうするとですね、アメリカ行くと同じ給料でもいい生活ができるわけですよ。なかなかね、あの、まあ、ニューヨークにも高いお寿司さんってあって、日本だったらそんななかなかそういう寿司屋さんはいけないんですけども、ね、円高の中で行くとそういうね、そういうと寿司屋にも自分でも行けたりしてですね、うん、結構いい生活もできて、うん、まあこのままね、日本にいてもね、あのだんだんこれから悪くなる、それよりもこうね、まあ、そのままアメリカにで、まあ、アメリカの生活結構ね、ニューヨークの生活楽しかったもんですからね、そのまま転職でもしてアメリカに住んでもいいかなと思ったりもしたんですけどね。ただその時にたまたま当時お付き合いになった、あの建築家の方でですね、あの銀座のソニービルとか、はいはいはい、霞ヶ関ビルを設計されたですね、芦原先生っていう方がいてですね、だいぶもう高齢というか、ね、もう亡くなられちゃいましたけどね、今はね、うん、あのまあ、その方がちょうど私がその留学するって言ったらですね、うん、あのじゃあ送別会やってやろうって言ってやってくれた時に、私にこんなこと言ったんですよ、まあ、古川君はね、いい時に留学するなと。で自分が留学したのは戦後まだ GHQ 占領時代で1ドル360円で、外貨持ち出し規制もあってとにかく貧しかったらしいんですよ。もう職業がどうじゃなくて行くタイミングがいいという意味ですね。で、ね、それでとにかくアメリカ行って感じたのが、そのね、日本では食うや食わずやの時代に、でまだ冷蔵庫がなかった時代にアメリカに冷蔵庫ってのがあって、その中にね、開けてみたらもう食べ物がふんだんにあると。でまず世の中にはこんなにこう豊かな国があるのかと、まずびっくりしたと。もう一つびっくりしたのがね、その電話ボックスで自分が財布を忘れたらしいんです。で当時の日本はね、まあ闇市とかたくさんあって、こう全然今の日本と違って治安も悪い時代で、でそんな時にですね、あのアメリカで電話ボックスに財布を忘れて、翌日行ったら財布がそのまま残ったらしいんですよ。まあアメリカもそういう安全な時代じゃあったんですよね、戦後。今と逆みたいな感じですけどね。でとにかくもうびっくりしちゃってるんですよ。で世の中にこんな安全な国があるのかと。だからいつか日本もこういう豊かで安全な国にしたいと思って帰ってきたんだよなという話を聞いたのを思い出してね。で今その360円がやっぱり100円になって、
ね、いい生活ができるっていうのはこれ誰のおかげだって考えたら、それやっぱりこういうね先人たちが頑張ったおかげじゃないですか、はい、あの戦後のやり方。じゃあこれから日本が悪くなるんだろうなっていうのは、じゃあ誰が悪くするんだって考えた時ですよ。要するに我々がそういうね先人たちが積み重ねてきて、まあ、ここまで国力をつけてきたのを、まあ、我々がこれから日本は悪くなるだろうなって言って見捨ててしまったらね、結局自分たちが悪くすることになるんじゃないかと、まあ、僕はそのことに気がついて、はい、まあ、やっぱりこれは悪くなるんだってなって言って見捨てるんじゃなくて、逆にやっぱり自分たちの世代がねその先輩から引き継いだものを少しでもねやっぱりこれ食い潰しちゃダメだと、むしろいくらね状況が厳しくても自分たちが頑張ってやっぱ次の世代に少しでいい形にしてやっぱりバトンタッチしなきゃいけないんじゃないかと、まあそういうふうに思ったのがね、だからまあでそういう意味で言うと、まあ役人ももちろん大事な仕事をしてやってると思ったんですけども、ただ大きな方向性を転換するのはやっぱりこれは私自分で役所やってて役人やって思ったんですけどね、それは政治の仕事なんですよ。役人が大きな方向転換やっぱりこれはできないん で、うんうん、でやっぱり今は政治がそういう大きな方向転換をして、うんうん、戦後のこの流れのねやっぱり方向を変えて次の時代に向けて進めていかなきゃいけないと、まあ、そう思ったのが、まあ、私が政治を目指すきっかけなんですね。一回先生変えられて、で選挙になるまで結構間が空いたんですか？2年3ヶ月ぐらい浪人しました。そうなんですか。まあね、あのみんなからね、ニュービーって気が狂ったんじゃないかって言われてですね、私は別に全然2世でもね、うん、何でもないし、うん、別に親がね、うん、財閥でも何でもないから、うん、もう本当普通のサラリーマンの息子でしたから、うん、まあ突然ね、まあ生まれ育ちが名古屋でしたから、うん、名古屋に戻って活動を始めたんですけど、まさにだから地元の、まあね、落下さんとかで本当に地元の縁っていうかで出られてるっていう、まあでも、何しに帰ってきたって感じでしたよそのもうで、あと名古屋って意外にあれなんですね、はい、そういうところが閉鎖的で一回出ちゃうと、まあ、10年ぶりに帰ったら結構ね冷たいような感じましたけどねなんで大学東京なんやみたいなところあるんですかねいやもう一回出てった人間が何しに帰ってきたっていうそんな感じありましたよ。なるほどですね。まあそれでも結局当選されて重ねてきて、うん、やっぱりこれ民主党政権時代はね、やっぱり、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、やはり当然に政策、まさに政治が政策を立てて日本を良くしていくっていう意味においては、今もね自民党に引き継いでるところもあると思うんですけれども、うん、官邸主導だとか、あの本当に国家戦略を立てられる立場を何年もやってらっしゃったと思うんですけれども、その頃の話とかでいろいろまた教えていただきたいなというのがあるんですけど、あの時、やられていた、内閣府の大臣名が国家戦略担当大臣、すごい広いですよねこれ、まあ、あのいや広そうに見えるんですけど、うん、あの何でもかんでもやるわけじゃなくて、うん、あの重要な、政策テーマについて、うん、あの省庁を、ね、うん、超えて、あの、まあ、まさに総理直轄の下で、うん、いわば官邸主導でですね、うんうん、そういう重要政策を推進していくと、まあ、それが国家戦略室を作ると局を作るということを目的もあったし、うんうん、そこをまあ所管する大臣ということでやってたんです。思い出すと国家戦略局ができたんですかね。局まで行かなくて室のままで終わっちゃったんですけどね。なんかこう思い出すのはこう、ね、看板を作って、はい、あの上の世代の方々がこうやってらっしゃるのを思い出すところなんですけど、内閣官房の中にできたんですか？内閣そうです、内閣官房の中。じゃあもう結構それ先駆け的な試みですね。だからまあこれはね、まああのまあ、民主党政権だったからといって今潰れちゃったんですけども、うん、やっぱり私は今でもね、うん、これは別に政権どこの、うん、政党にかかわらず、うん、やっぱりそういう部局はね、うん、あの官邸の元にあっていいと思うんですよ、うんうん、やっぱりね、あのいろんなことを各省庁で任せるとどうしてもこう縦割りの弊害っていうのがあるの で各省の大臣はどうしてもそういう、ね、自分の役所のこう声を代弁しなきゃいけないってあるんですけども、まあ、国家戦略担当大臣というのはいわば第二官房長官みたいなもんなんですよ。その政権として大事な政策の
についてですね、その責任を、うん、まあ、持って、省庁の枠を超えてですね、方向性を出していくと、うん、いうことがありますか。これ本当に想像以上に省庁の縦割りってありますね。あります。びっくりしました。あのなんかイメージで思う縦割りは、単純に政策がここで違うから隣のことはしませんよという感覚でしょ、うん、でも実際の縦割りは隣の厚労省に電話してよと言うと電話できませんという世界なんですね。要するにお互いに官僚同士が勝手にやり合うというのはダメなんですね。あれそうなんです。あ、びっくりしました本当に。だからね、あの、まあ、まさにねこの番組の時代でもある弱税者とかね、そういうものってこう実はね、うん、じゃこれ国民のそういう弱税者を所管する感じがあるのかって言ったら、うんうん、そういう官庁はないわけですよね、うん、でも ある種あらゆる官庁に実はこれ関係するんですよね、まあ、インフラからメンタルから、環境づくりすべてがつながりますからね。考えつくだけど、厚生労働省、経済産業省、財務省、消費者庁、国土交通省も大変だよね。そうなんですね。もうそうなると絶対進まないですもんね、今までの制度。だから本当にね、国民の、まあ、私がその大臣の時にね、その幸福度の研究っていうのを実は政府でやったんです。なぜかったら、ね、経済成長も全ての政策って最終的には国民の皆さんの幸福度を高めるっていうことにつながることじゃないですよ ね。いくら経済が良くなったって国民不幸になるんだったら、それは意味がないじゃないですか。そうですそうです。だからやっぱりじゃあどういう時に幸福かっていうのと、例えばやっぱ健康状態がいいっていうのは、これね、あの不健康な人で幸せな人いないんですよ。だからじゃあ健康な状況を作りどうしたらいいかって言ったら、これは医療だけで、ね、医療って病気になってからだからね、病気になる前のじゃあ予防だとか、あるいはこう生活習慣だとか、やっぱそうなってくるとこれは一省庁ではね絶対実現できないんですよね。だから高度成長期からこうずっと、ね、官民一体になって国を大きくするという一番の中でやってきて、まさに日本が、まあ、いわゆる成熟化社会に行った時に、ただ単に拡大する、今また政権拡大に向かってますけど、拡大するだけではなくって、その落ち着いた大人の社会になっていった時に、多分新しいファクターが必要になってくるっていうのが、やはりなかなかこう、ね、まあ官庁も前合併だいぶ前合併しましたけど、やっぱりそれはもう大きくなっただけで、新しいファンクションってなかなかこう見つけにくいっていう要素はあると考えると、まあ本当にキスナーの皆さんも思い出すと思うんですけど、あの国家戦略室のあの看板で官邸主導ってことはものすごく流行ったと思うんですよね。で今もあの自民党政権が官邸からこうね、内閣から官邸主導で動かしているとあるんですけど、まあ考えるとあの時ものすごく流行ったのをファーッと思い出しますけれども、流行りじゃなくてまさにあれをやり出さないといけない時期に政権持たれたっていうことだったんでしょうね、今思えば。まあ、だからそういう意味での官邸主導は今のね、まあ、あの安倍政権も、まあ、ちょっとやりすぎたところもあるくらいに、よく悪くも官邸主導になってるところあると思うんですけどね。あの官邸主導の流れっていうのは民主党のやっぱりいい点だと思うんですよね、思い出しますね。多分その質を作られたというのもいろいろ別室もあって、国家戦略室もあって、あれもすごい正しかったと思うんです、でそこに来た官僚が結局その仕事をして、まあ、本庁とかね、自分の出身に戻れるかどうかというと、やっぱその人事権をちゃんと持てたらどうかというところがおそらくうまくいかなかったんだろうと。人事院から内閣府にするやらないやら、今人事権のところは結構ありましたよね。でこれね、だから、まあ、内閣人事局もできて、そういった意味ではかなりですね、今官邸のね、官僚に対するグリップは、まあ、今逆にちょっと聞きすぎるぐらい聞いてると思います。この頃合いが難しいところですけどね、確かに、まあどうとなんですよね、議員内閣制だというときつすぎるし、僕なんかどっちかというともう大統領制でもいいんじゃないかという意見なんで、実質上議員内閣制をベースにした大統領制だとすると、まあ、今ぐらいね、グリップ力がないとやっぱ物は進まないと、まあ、それが首相公選制とか民間には入ってくる言葉だと思うんですけど、まあ、首相公選制とはまた別物だと思います。要するにファンクションとして、要するに日本の政府ってその各大臣フラットじゃないですか、ね、古川さんが国家戦略担当大臣をしても、厚労大臣とあるいはその農水大臣、経済省に対して、もう本当にフラットな位置でしかないですよね。そうですね。こうするとやっぱりその話は結局両方とも言うことを聞いてくれないと終わっちゃいますからね、からそこはやっぱ官邸がしっかりバックアップをして、最終的には官邸で判断をするという流れができてれば、本当は非常にファンクションしやすい制度だと思うんですよね。やっぱうまくやると日本の制度ってやっぱまだまだ
結構いけるんじゃないかというのは最近すごく思うんですけど、うんうんうん、ただそうするにやっぱりね、官僚がやっぱり官邸に対して忠誠を誓わないと、もう単なるスパイがたくさんいるだけでしょ。スパイ、でもスパイ、いやでもスパイですよね、ある意味彼らは。まあだからね、あの彼らはね、悪く働いたらでいいんですけど、そこはねやっぱり意識をどう変えさせるかっていうことをね、だから私が官房副長官やってた時には、うん、そういう官邸に来てるスタッフ、これ優秀なスタッフ来てるんですよ、みんな各省庁ともエースを送り込むんですよ、やっぱり、うんうん、だって頭のいい人たちから選ばれた人たちで、やっぱりね、その総理とかの意向を知るっていう意味ではですね、あるいはこう総理とかに、いや官房長官に自分たちの役所の意向を伝えるというのはやっぱり優秀なのっていうんで、でその彼らがその自分の来てる省庁の候補を得てね、やっぱ言ってみればオールジャパンのね、日本代表の選手だっていう意識を持ってやるようになったら、これはねすごく力にもなるんです。だからそういうふうに働くようにこう持っていかせるっていうことは、やっぱりこれまあ我々政治家の責任だと思う、うん、日本代表のサッカーのイメージいくと、各チームから集まってるけど、うちのチームはこうだとか、これで得たものをうちのチーム持って帰ってじゃなくって、やっぱり日本代表の監督の下で日本が勝つようにそこではやりましょうっていうことですよね、だそういうふうにできればね、本当はね、森下さんがおっしゃるように、うまく機能していく部分はあるんだと思うんですよね、これ意外にやっぱり政治家の先生の素質って大きいですよね、やっぱり政治力もあるけど、やっぱり人間力結構大事な気しますね、見てたら、まあ、結局それはどんな組織でも最後は ね、うん、やっぱこの人と心中してもいいと思うと、やっぱり役所を裏切ってでもね、皆さん手伝ってくれるし、逆にこうね、やっぱりネズミと一緒で沈み出すとすごい逃げ足早いじゃないですか。それは役所の皆さんはね、まあ、しょうがないですけどね、もうよくそこは感じましたね、私なんかも政権交代すぐの時は、うん、まあね、最初私もその国家戦略室長っていう、まあ副大臣っていう形で、やっぱその時はね、もうこれ政権交代起きて、まあ、しばらく民主政権続くだろうって言うんですから、それは右って言えば右っていうような感じがありましたけど、まあね、もう政権も3年目に入ってきて、もう相当こう支持率低下して、まあ、次選挙で負けちゃうんじゃないかっていう感じになってくると、なかなかみんな言ってもね、大臣の立場で言っても動きが鈍くなるっていうのはやっぱり感じましたね、まあ、でも人の心理ですかね、こればっかり、いやだからやっぱりね、安定した政権がね、まあ、どういうのとも、ね、しろね、やっぱり作って、やっぱりこうある程度任期をちゃんと持ってやらないと国って動かないですよね、まあ、それはそうだと思いますね、そういう意味でアメリカの大統領のやっぱ4年間とかいうのはある確実に、ね、確実にこうできるっていう意味でやっぱり、まあ、強い制度ですよね、だからまあね、日本のようにまた今また解散総選挙がされてるんですけども、最近まあ2年に1回やってるんですよ、選挙ね、すごいですね、でこういう感じだとあんまりこう政治家の方が落ち着いて、だからまあ4年っていう一応任期はあるわけなんでね、最近それこそイギリスあたりは基本的にあんまり解散はしないで、まあ任期満了に近いところで選挙をやるっていうのが慣習のようになってるんですけども、まあ、参議院が多分なくなるか改革されるともうちょっと落ち着いてる話になるんですけど、ね、解散がないですからね、参議院、今参議院3年に1回って参議院政権交代ないけど実質政権交代近い影響があるんで、まあね、参議院でねじれちゃうと、もう本当に立ち往生するっていうのは、自民党政権もそうだし我々もそうなんです、ね、そうでしたね、ねじれちゃうともう何にもできなくなるんです。ちょっと制度としてやっぱあれは本当おかしいのかしいですよね、で民意を伴うのが多すぎますよね、機会が、そうだから日本はね本当に選挙が多すぎるんですね、だからこれでこの年末年始に選挙やると、もう今年はね参議院選挙もあってまた選挙っていう話になりますでしょ、そうですね、だから本当に、まあ、4年に1回やるならやるとか、そういう方がみんなが落ち着いて、ねやれると思うんですけど、ね、まあ、解散の意味がね、だからまあいろいろあるんでしょうけど、まあ、政治的なところにねどうしてもなってしまうと思うんですけど、まあでも確かに、まあでもちょっと前までは、ね、年に1回総理大臣が変わってて、まあ、海外やっぱりね、やっぱ外交っていうのも大きなファクターだと思うので、国政っていうのはそういう意味からすると、まあ今こう安定して、まあ一つの顔でやってきてるっていうのは、まあ、内容についてはいろいろあるんでしょうけど、まあ、海外からの信頼感だとか含めて、
まあ、ちょっとまた 国内の内政で解散するっていうのはまた別でしょうけれども、うん、まあ、なんかいいところもあるのかなって思いながら見てるような。だからね、うん、私は安定することはいいと思うんですよね、うん、だから逆に言うと別に安定してるそんなに、うん、頻繁に選挙やる必要も、うん、あ、まあ、確かに、確かになるほどですね。あのね、まあ、まあでも話戻るんですけど、そういう感じで本当にフラッシュバックしたと思うんですけれども、まさにその官邸主導という、あの時はみんなが、あ、どっちかというとただほら行政官を悪く言ってなんかこうやるんだっていう感じだと嫌いはあったと思うんですけど、ちゃんとこうやってあの政策立案能力のある、政策立案能力のある行政じゃなくて、国民に選ばれた方が視野を持って政策立案を作っていくっていうことは大切じゃないかというふうに考えていった時に、今回のあの年も何年前になりますけど、古川先生が実務で政治家で動かれたってことは、ね、残ったもの、残ったものっていうか今も現役でいらっしゃいますけど、やっぱり今 の, 行あの、まあ、政治においても、うん、その行政的な意味の、古川先生がね、なんか言われてるような、もう3人です、3人ですか、あの官邸主導の、ね、やり方っていうのが、結局そのちゃんと根回しをして、皆さんその官僚の方をうまく使ってされた、うん、まあ、正直大臣と、それが全然できずに、もう何も根回しせずにね、これやるんだと、うん、だから言うこと聞けという人のところがやっぱ動かなかったんですよね。だからそこのところはやっぱりうまくやれる方が そのそういうポジションに座るかどうかっていうのが結局ポイントだったんだろうとは思うんですけどね。まあね、まあ、私の場合は、まあ、わずかの、まあ、6年という時間でしたけども、ちょっと役所で仕事をしたことはありましたからね。だから、まあ、役所の動く方は分かってはいたわけです。まあほとんどでもうちの党の議員はそういうことが知らなくて初めてだったもんですから、まあ、そういった意味ではちょっとね、いろんなところで圧力も起きたことは事実で、ちょっと予行演習がなかったのは大変だったかもしれませんね。まあ、あの正直申し上げてね、やっぱりあの車もね、それこそ車の運転もシミュレーションゲームとかね、そういうのでこうやるのと実際に運転するとやっぱ違うのと同じで、だから飛行機とかも全然違いますもんね。全然の運営もですね、こうね、我々も、ね、イメージしてるのと実際にやってみると、うん、これからもう全然違ったところが、自動車とかも飛行機より、ね、ロケットの運転ぐらい大変な、うん、操縦ぐらい大変な、ね、ことだったかと思うんですけども ね, ね, だね、うん、そういう普通のこうシミュレーションだと突然人も出てこない、飛び出てこないけど、普通の道に走れば、ね、突然人が出てきたりもしますからね、うん、まあ、そういった意味ではやっぱりあの初めての経験だったっていうこともあって、そこで、まあ、あのうまくいかなかった部分は多かったと思いますけどね。まあ、安倍総理もそうですけどね、やっぱり2回目はすごいですね、今回。やっぱり安倍さんは見てるとね、本当1回目の時はあの反省を、1回目の反省をものすごくやっぱして立ってやってるなと思いますよ ね,、うん、ね。いやでも古川さんが2回目されるとね、本当すごくいいんだろうと思いますけどね。まあ、なんとかね、ね、あのできるような状況を作っていかなきゃいけないなと、まあすぐじゃあれだと思いますけどもね。まあ、あのもちろんこの政治の世界ですから、あのいろんなことが起きる、やっぱり、まあ、私はね、その今安倍さんねやってることでうまくいけばそれぞれでいいんだと思うんですけども、まあ、こういう世の中ですから、やっぱり何が起きるかわからない、でその時にもう他に選択肢がないというのでやっぱり良くないと思うんです。だから国のことを考えると、それはあのもう一つ選択肢があるっていう状況を作る。だからこれはあの前に私があのイギリスにですね、政権交代の前に行った時に、当時のブレア政権 の副首相だったプレスコットさんという人にね、影の内閣っていうのはこうどういう存在なんだったら、これはね、女王陛下のスペアだって言われたんです、はあ、この言葉はすごくね、でそれなるほどなと思ったのは、やっぱりまあそのね、戦争でも何でもそうですけど、例えば今戦っている軍隊がね、こう弱ってきちゃった時にスペアの軍隊なかったらもうここやられちゃうじゃないですか。その時にちゃんとスペアがあればこうさっとこう変えてね、それ戦うこともできるわけじゃないですか。シンゴジラ見てたらね、そう思いますよね、あれよくできてるなと思って見てたんですけどね。そうですよね。だからやっぱりそこはあのその無駄かもしれないと思うかもしれないけども、やっぱスペアを用意しておくっていうことは、ね、例えばここでも、ね、電球が切れた時にスペアのがないとね、しばらく暗いけど、
スペアがあればすぐ変えられるっていうですね、うん、まああらゆるところでね、うんうん、今民進党は影の内閣作ってるんですかね。あの次の内閣っていうのは作ってます、ちょっとあんまり今目立たなくなっちゃってますけどね、まあ、でも一度その体験された中からですね、国民としてやはり批判だけじゃなくって本当にこうどう持っていくっていうところ、ちょっと今国民から見てて難しいところもあるかと思うんですけど、やっぱ先生みたいな方がね、あのたくさんいらっしゃると思うんで、そういう方がこう国民から見てああって思える、こうなんですか、見えるものが出てくると、もっともっとこうそのおっしゃる意味のその変わりがいるっていうことですよね、選択肢というか。まあね、あの本当にこれは、うん、あの大変ね、いろんな方々に期待いただきながら期待を裏切ってしまったということでね、それは本当反省をしなきゃいけないんですけども、まあ、同時に本当にいろんな経験をさせていただいたので、やっぱりこの経験を日本の国のためにね、やっぱり将来生かしていかないとですね、あのそれはやっぱり私たちがね、ああいう、まあ、特に我々やってた時に3.11 が起きたりとか、そうさ、あれはもうまさに原発事故起きたりとかね、車の運転で人が出てくるじゃ済まない。まあね、それこそあのシン・ゴジラの世界でそんなことは起きるわけないと思ってたことがいくつも起きちゃったわけなんで、ね、寺田補佐官がね、今あのブログとかで当時の話を書かれてますけどね、想像絶する、まあ正直あのガチャガチャぶりって言って申し訳ないですけど、そうですね、やっぱりその想定外の時にどう対応するかって結構難しいところですよね。ちょっと想定外すぎましたけどね、だからね、うん、まあそういった意味で、そういうでも修羅場の経験をしたことは、確かにあの時にじゃあうまく対応できたかったら反省することもたくさんあるんですけども、でもあの体験がね、やっぱりこれからに生かされていかなきゃいけないし、まあそういう生かしていく責任がやっぱりそれを体験した我々にはあるんじゃないかと思うんです、ね、そうですね、ちょっとね辛口で申し訳ないですね、やっぱり民進党国家観がはっきりしないとなかなかね戻ってこないような気しますね。まあ、この辺もねやっぱりあの新しい政党になったわけですから、ちゃんと党としてのね方向性を、そういう国家のあり方、まああのこの前の代表選挙なんかも本当はねその点を、まあ私は前原さんを応援したんですけども、まあ前原さんなんかやっぱりその国家観をね提案すべきだということで言ってたんですけども、ちょっとねあんまりそういうところが争点というか話がいかなかったの残念なんですが、まあ、そこはしっかり、ね、示していかなきゃいけないと思います、ね、やっぱりそこがしっかりしないと安心感が出ないですよね、まあ、この辺は党内できっちりうまく、ね、見えて、多分そうすると国民も見てると思うんですよね、まあ、そんな感じで本当に先生が本当に中心となってまた、ね、いい、いや本当ね、あの再チャレンジがねこんなに皆さんうまいんだというのが今回ね分かりましたからね、まあ、そういう意味ではやっぱりその前回経験されたのをもう一度やっぱりちゃんと再チャレンジできる環境でもいいかなと思いますけど ね、 そうですね、まあね、特に日本の社会っていうのはやっぱりなかなかこれはのいろんな分野でね、再チャレンジが難しいっていう、そういうところがありますから、私はそういった意味では安倍さんがね、ああいう一回に落ちてまた復活したっていうことのはすごくそういう意味で の、 あの再チャレンジをね、あの可能だっていうことを見せたらよかったと。まあ、経験したことがね、結局うまくいった失敗したってあるんでしょうけど、失敗したらもうおしまいっていうじゃね、経験いきないですもんね。そうだからね、そんな風に、本当これはねもっといろんな分野で日本はもうちょっとそういう失敗に寛容なっていうか、そういうね失敗した人に無視のチャンスを与えるっていう環境は、やっぱりこの今のいろんな今の日本の閉塞状況を打開していくためには大事じゃないかと思いますけどね。そうですね、やっぱり1回だけでね2回目ないっていうのは厳しい社会ですよね、結局そうなるとねリスク取らなくなるんですよね。そうなんです、トランプさんほど失敗しなくてもいいと思いますけどねまあでもアメリカらしいと思いますよね、あれ見てると、まあでもね、だから逆にあの人ああいう失敗していることのが今の大統領候補まではたどり着いて一つの理由ではあるんですよね。まあそれをバネに、ああいうあんな で失敗してもここまで這い上がるんだから、今のアメリカだってもっと偉大できるんじゃないかっていう、そういうところになっている部分もあるんだと思うんですけどね。ね、あれはアメリカ社会の奥の深さですよね。まあアメリカはね、私その大臣の時にそこシリコンバレーに行ってですね、ベンチャーとかベンチャーキャピタルの皆さんが意見交換したんですけどね、彼らはこの人って決めたらその人に3回や4回はね失敗しても投資するんですよ。
でしかも成功してる人も一発で成功したってほとんどいないんですよ、うん、そりゃそうだね、大体2回目か3回目で成功して今はすごいね、あのあそれこそツイッターの創始者なんかでも言ってましたけど、もうこれ2回目で起業で1回目失敗してるって言ってたんですよ。だからそんな一発必中の人っていうのはあまりないんですよ ね、うん、逆にうまくいった後のその何ですか、よなんかそういう横から来る攻撃とかに対して対処力が弱いかもしれないですよ。だからユニクロの名が書いた本でね、一勝99敗、こんなような本あったと思うんですけど、やっぱりそういうのが本当にそういう経験、失敗だったとかいろんな挫折とか、その経験がの集積がやっぱりそれが次の世代だとか何か時に精神的な強さだとか経験者とかにつながるようなね、それはもうでも政治の世界だけじゃなくて、なんか日本の世の中全体的に必要な、うんうん、そうだと思いますよ。それを応援する周囲とかですね。だから大体アメリカでそこね、うんうん、集まってベンチャーキャピタルって大体が自分がベンチャーで、うんうん、で、成功してその資金を別に今度次の人、ただそういうだから1回2回失敗したってこの人って言ったらやっぱその人にこうベットするんですよ、ね、はいはいはい、うん、そこがね、日本はねもう本当にあの一郎の打率よりもはるかにいいの要求しますからね。いや日本はねやっぱりベンチャーキャピタルってもうほとんどがサラリーマンの人で自分でベンチやった人ではない人だから、そのサラリーマンだとやっぱりねリスクを取らないっていうか失敗をしないことが大事になるじゃないですか。あのね、サラリーマンでリスク取ってやって失敗したらもう一生あの会社で日陰者になっちゃうみたいな世界があるので、そうですね、日本のベンチャーキャピタルは大企業のベンチャーキャピタルですからね。そうなんですよ、うん、全然本当違いますよね。だから役人なんかも典型的にそうなんですよ、やっぱり、ねうんね、役人は何かでこうバッテンついちゃうとそれで、うんなるほど、だからもうちょっとねリスクを取りやすい、で リスクを取るっていうことはリスクを取って失敗してもそれを良しとする環境がないとなかなかねリスク取らないですよ。うんまあ、モラルハザードもどんどん減って、うん、みんなでこう目線を上げていくっていう作業もね必要になってくるかと思うんですけど、なんか今日は本当に大変貴重な、今回はですね大変貴重なまた話の展開になって勉強になりました。あの本当にぜひこれからあの日本を良くするために、はい、ぜひまた古川さん頑張っていただければというふうに思います。今回どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。